レクイエム、ジュゼッペ・ベルディの作曲した、レクイエム、現代、メッサ、ディエ・レクイエム・パーエル、アニー・ベルサリオ・デ・エラモルト・ディ・アイ・マンゾーニ、マンゾーニの命日を記念するためのレクイエムは、カトリックのミサ曲の一つである。イタリアの文豪アレッサンドロ・マンゾーニを追悼する、目的で作曲され、マンゾーニの一周期にあたる1874年5月22日、ミラノ・サンマルコ教会で初演された。 しばしば、モーツァルト・フォーレの作品と共に、三大レクイエムの一つに数えられると共に、口述の通り、交互両面において、最も華麗なレクイエムと評される。ベルディが宗教曲を手掛けるのは、このレクイエムが最初ではなかった。オペラ作曲家として、身を起こす、以前の1830年代前半、故郷仏生との教会のために、 いくつかの作曲を行っているとが知られている。ただしそのほとんどは三一し、演奏されることはない。また、ベルディは1868年に死去した、大オペラ作曲家ジョアギーのロッシーニを記念する、ロッシーニのためのレクイエムを共同で作曲することを、他のイタリア人作曲家、ベルディを除い12人に提案している。専門委員会が組織され、演奏に知事は、 その一周期にあたる1869年11月13日に会場はロッシーニの育ったボローニャのサンペトロニオ教会にと決定した。ベルディ自身は彼自身が半ば強引に決定した自分の担当部分、リベラメをいち早く作曲したが、他作曲家が遅れがちであったこと、ボローニャの歌劇場支配人が無給の奉仕公演に難色を示し、 通常のオペラ公演を優先する態度をとったことなどが原因となって計画は難航した。その後場所を改めてミラノで演奏する、あるいは日時を繰り述べてボローニャで演奏するなどの打開策が検討されたが、最終的にはこのロッシーニレクイエム計画は放棄された。小説、いい名付け、愛、プロウメシースポーシーで今日でも有名なイタリアの文豪、 アレッサンドロ・マンゾーニは、ベルディが青年時代より通じて、最も敬愛していた小説家であった。マンゾーニがナポレオンの死を痛んで読んだし、5月5日、イール・チンク・エ・マジオに対して、1830年頃、まだ10代のベルディは曲をつけている。後年、ベルディ自身によって楽譜は破棄さたらしく、現存しない。ベルディがオペラ作曲家として、名を成して、以降も、 あまりに損数の念が強かったため、チグを得る機会はいくらでもあったにもかかわらず、会いに行けず、1868年になってようやく、ミラノで面会し言葉を交わす、といったほどであったという。その、マンゾーニの死、1873年5月22日はベルディに深い悲しみをもたらした。 ベルディはその個人的なショックが深かったことと、自らが参列することで厳粛な空気が乱されることを恐れ、葬儀には劣席しなかったが、同年6月3日個人的に万蔵ニの墓地を訪れて、追悼を行った。そしてこの時点までに、新たな万蔵ニ追悼のレクイエムの構想を固めたらしい。ベルディは、学府出版社リコルディ社の総水、重量リ,リコルディを通じて、ミラノ市長に、 レクイエムの提案を行っている。ベルディからの条件は、初演の演奏に要する費用をシュガーが負担してくれれば、楽譜印刷の費用はベルディが支出しようというものであり、市長もそれを了承した。前回のロッシーニニコリテカ、ベルディはすべて単独で作業を進める心づもりだったようである。ベルディは1873年の夏、妻ジュゼッピーナと過ごしたパリで、 ほとんどの作曲を行い、翌年4月頃までには完成したと考えられている。なお道中、ラクリモーサ、涙の日は、ドンカルロのパリ書演、1867年時に、演奏時間の都合で、カットされた部分の転用、リベラメ、我を救いたまえは、上記、ロッシーニレクイエの自身の作曲部分の転用である。全7曲、約85分、各9分、 三十七分、十一分、三部、五部、六部、十三分。初演は、万蔵二の一周期にあたる千八百七十四年五月二十二日、ミラノ市のサンマルコ教会で挙行された。この教会は、音響が良いことからベルディ自身が選択したと伝えられる。式は、ベルディ自身、還元学は、スカラザのオーケストラを中心とする百名、合唱は百二十名という、 ソリストは、テレーザ、ストルツ、ソプラの、マリア・バルトマン、メゾ・ソプラの、ジュゼッペ・カッポーニ、テノール、アルマンド・マイに、バスである。うちストルツ、バルトマン、カッポーニは1872年に行われた、アイーダイタリア初演、スカラザで主役を歌った三人であり、またストルツは、この頃、ベルディの公然の愛人でもあった。三日後の第二回目の公演からは会場を、 スカラザに移し、ベルディが一度、若手ながら、名指揮者のフランコ・ファッチオが、さらに二度の演奏を行った。この、レクイエムは、宗教曲としては、異例の素早さで他国でも再演された。アメリカにおける初演は1874年11月17日、ベルディの弟子でもあった指揮者、エマヌエーレ・ムツヨのタクトの下、ニューヨーク・アカデミー・オブ・ミュージックで行われた。その他、 ベルディ自身が指揮したものだけを数えても、パリ、オペライコールコミック座では1874年だけで7回、翌年の1875年には8回の公演。1875年は、ベルディが、レジオンドヌール勲章、コマンドールを受章することを記念したもの。ウィーンでは1875年に4回、ベルディはそこで、フランツ洋服勲章を受章。 ロンドンでは3回の公演が1200名の大合唱を用いてロイヤル・アルバート・ホールで挙行されている。このレクイエムには常に留保的評価、あるいはさらに進んで批判が付きまとっている。内典型的なのはあまりにイタリアオペラ的、ドラマ性が強すぎる、劇場的であり、教会にふさわしく意図する評価であろう。実は、初演時からそうした評価は見られた。 たまたま初演日である1874年5月22日にミラノに滞在していたドイツ人式者であり熱烈なワグネリアンハンス・フォンビューローは翌日の新聞わざわざ声明を出して私、ハンス・フォンビューローは昨晩サンマルコ教会で演じられたスペクタクルに参加していなかった。フォンビューローはベルディの宗教曲を聴くべく参集した。 外国人の一員に数えられるべきではないと宣言し、後にはこのレクイエムを聖職者の衣服をまとった、ベルギィの最新のオペラ、創意をまとったオペラと皮肉ったという。もっともヨハネス・ブラームスは、こうしたフォンビューローの表を聞き、さらには自ら、ベルギィの楽譜を検討した結果は、馬鹿なことを言ったものだ。これは、天才の作品だと言ったとも伝えられる。ビューローは後に、 いくつかの演奏を聴いてから、どんな下手な楽団員の手で演奏されても、涙が出るほど感動させられたと評価を改めている。また、ブラームスの発言は、エドアルト・ハンスリックの同様の非難に対して向けられたものだとも言われている。ロンドン初演時も、モーツァルトのレクイエム以来の傑作とする新聞表も、ある一方で、絶叫するばかりのコーラス、怒号の連続、 正常な神経の持ち主がこのしくと同時に受け入れることの出るメロディーはどこにも聞かれなかったなどと酷評するものもあった。これらの批評のうちには妥当なものもあるだろう。オペラで培ってきた劇的表現はこのレクイエムにも随所に見られるし、ベルディ自身が第二回公演以降は演奏場所をスカラ座に移したことからても彼自身このレクイエムを教会の音楽というより劇場、 あるいはコンサートで演奏すべきものと考えていた可能性が高い。もっともベルギ派とも述べており、彼がオペラとこのレクイエムを完全には同一視していなかったのもまた事実である。また演奏場所の点では、今日ではモーツァルトのレクイエム、ホーレのレクイエムなども含めてそのほとんどはコンサートピース化しており、ベルギのこのレクイエムだけをことさら批判するのは 不公平というものだろう。ベルディの最も良き理解者であった妻ジュゼッピーナは、夫のレクイエムに寄せられた多くの賛否の評論に、碧碧して次のような書簡を友人に送っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。